仮想移動体通信事業者 MVNO。 おはようございます、マサルです。今回は MVNO について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成29年秋、問い93。仮想移動体通信事業者 MVNO が行うものとして適切なものはどれか。あ、移動体通信事業者が利用する移動体通信用の周波数の割り当てを行う。い、携帯電話や PHS などの移動体通信網を自社で持ち、自社ブランドで通信サービスを提供する。う、他の事業者の移動体通信網を借用して自社ブランドで通信サービスを提供する。え、他の事業者の移動体通信網を借用して通信サービスを提供する事業者のために移動体通信網の調達や課金システムの構築、端末の開発支援サービスなどを行う。どれが正解でしょうか？ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解はう、他の事業者の移動体通信網を借用して自社ブランドで通信サービスを提供する。こちらが正解選択肢です。それでは解説していきます。 MVNO は自身では無線通信回線設備を保有せず、電気通信事業者ドコモや AU、 ソフトバンクなどの回線を間借りして移動通信サービスを提供する事業者のことを言います。例えば UQ モバイル、イオンモバイル、マイネオ、IIJ ミオなどが MVNO に該当します。これらの事業者はいわゆる格安 SIM を提供している事業者です。格安 SIM の SIM とは SIM カードのことです。 SIM カードの中には携帯電話番号や契約者 ID が記録されています。なお最近は eSIM 対応端末というものがあって、その端末では物理的な SIM カードを使わずに通信サービスを利用することができます。 eSIM 対応端末を使うことで SIM カードの受け渡しをする必要がないので、スムーズに利用を開始することができます。話を MVNO の格安 SIM に戻しましょう。格安 SIM はなぜ格安にサービスを提供できるのでしょうか？格安 SIM が安い理由はネットワーク設備を電気通信事業者から借りているので初期費用などがかからないからです。ドコモ、AU、ソフトバンクのような電気通信事業者は日本中に基地局を置いてネットワーク設備を整えています。それらの設備を一から用意するのは莫大な費用がかかります。 MVNO はそれらの設備を自分で用意するわけではなく、すでに用意されている電気通信事業者のものを借りているのでコストを下げることができています。また実店舗を設けないことが多いのも特徴の一つです。受付をインターネットで完結できるようにすることで人件費や店舗費用などを削減することができています。これらの理由で格安 SIM は安く提供されています。ただし格安 SIM にはデメリットがあることも覚えておきましょう。格安 SIM のデメリットは通信が遅くなる可能性があること、キャリアメールが使用できないこと、サポートが必要最低限であることなどが挙げられます。まず通信が遅くなる可能性についてですが、 MVNO は電気通信事業者の回線の一部を間借りしている状態です。十分な通信ができるように MVNO の事業者も回線を確保していると思いますが、突発的に MVNO の回線の利用が高まったりした場合に通信が遅くなってしまう可能性があります。またキャリアメールが使用できないというのはアットマークドコモとかアットマーク AU とか、そういうメールアドレスが使用できないということです。それらのメールアドレスをいろんなサービスに登録している方は情報を変更する必要があるので手間がかかってしまうというデメリットがあります。あとは実店舗を設けていない分サポートが必要最低限になっているというデメリットもあります。以上、格安 SIM のデメリットについてお話ししました。デメリットを聞くと少し不安に感じる部分があるかもしれませんが、2023年8月にユーティリーが行った格安 SIM 格安スマホプランの利用に関するアンケート調査では、格安 SIM 利用者の約9割が満足しているという調査結果になっています。なのでデメリットはあるものの、格安 SIM に乗り換えて不満だと感じることは少なそうです。では最初の問題をもう一度見てみましょう。仮想移動体通信事業者 MVNO が行うものとして適切なものはどれか。正解選択肢はう、他の事業者の移動体通信網を借用して自社ブランドで通信サービスを提供する。こちらが正解選択肢です。
それではもう一問 MVNO に関わる問題に挑戦してください。 IT パスポート令和3年問い71、移動体通信サービスのインフラを他社から借りて自社ブランドのスマートフォンや SIM カードによる移動体通信サービスを提供する事業者を何と呼ぶか。それでは正解を発表します。正解は MVNO ですね。これは簡単に正解できたと思います。なのでこちらの問題では間違い選択肢について詳しく見ていくことにしましょう。あの選択肢、 ISP はインターネットサービスプロバイダーの略です。 ISP はインターネットへの接続サービスを提供してくれる事業者です。代表的な ISP は NTT コミュニケーションズの OCN、 ソニーネットワークコミュニケーションズのソネットなどがあります。これらの ISP と契約することでインターネットに接続するためのサービスを提供してもらうことができます。次の MNP は利用している電話番号を乗り換え先の携帯電話会社で利用できる制度です。携帯電話の会社を変えたいけど電話番号を変えるのが嫌だという方は多いのでとても助かる制度ですよね。 MNP を使えば乗り換え先の携帯電話の会社でも引き続き同じ携帯電話の番号を使うことができます。最後の選択肢、OSS はオープンソースソフトウェアの略です。無償で利用ができてプログラムのソースコードが一般に公開されているソフトウェアのことを言います。例えば Linux という OS やデータベース管理システムの MySQL、 ウェブブラウザの Firefox などが代表的なオープンソースソフトウェアです。それでは問題を見直しましょう。 IT パスポート令和3年問い71、移動体通信サービスのインフラを他社から借りて自社ブランドのスマートフォンや SIM カードによる移動体通信サービスを提供する事業者を何と呼ぶか。正解は U の MVNO。 余裕がある方は間違い選択肢の内容も理解できるようにしておきましょう。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ないのですが今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回は総務省が公開している通信市場の動向についてという資料を見てお話ししたいと思います。こちらの資料によると移動体通信の契約数2億774万件に対して MVNO のシェアは 13.8% という記載があります。この資料を見るとまだまだ MVNO のシェアは低いなと私は感じたのですが、母数である契約数が2億件以上あります。日本の人口は約 1.2 億人くらいなので明らかに多いですよね。ここに書いているように携帯電話だけではなく PHS や BWA のようなブロードバンドの無線アクセスも含んでいる契約数なので携帯電話だけで考えるともっとシェア率は高くなると思います。ちなみに私は楽天で買い物をすることが多いので楽天でのお買い物がお得になる楽天モバイルを利用しています。私のように携帯電話の会社を選ぶときに料金はもちろんプラスアルファの付加価値を考えて選ぶ時代になってきているのかもしれませんね。ちなみに皆さんはどの会社を使っていますか？もしよろしければコメント欄に書いてみてください。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成29年秋問い93、仮想移動体通信事業者 MVNO が行うものとして適切なものはどれか。正解は U、 他の事業者の移動体通信網を借用して自社ブランドで通信サービスを提供する。次の問題、 IT パスポート令和3年問い71、移動体通信サービスのインフラを他社から借りて自社ブランドのスマートフォンや SIM カードによる移動体通信サービスを提供する事業者を何と呼ぶか。正解は U、 MVNO です。今回は MVNO について一緒に勉強しました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえるととっても嬉しいです。最後のお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしました。ネットワークやセキュリティを一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できることを楽しみにしています。